うやん。あ、違う、こっちか。はい、どうも、ホリッTVです。今日はついに、ライズのライブ当日ということで、今、僕は福岡の方に来てるんですけど、前回はですね、ボーンズで出待ち動画を上げて、ジェシーたちをストーカーしてみたっていう企画でやったんですけど、まあ、ボーンズのメンバーの方全員がこう動画に出てくれて、まあ、大成功という形で終わったんですが、今回はまあ、ライズということで、ライズは、出待ち動画を上げるのは今日が初です。なんで、ちょっと動画がどんな風になるかわからないんですけど、まあちょっと動画の方を撮っていこうかなと思います。で、まあ今回ライズということである企画を考えてたんですけど、ライズといえば、まあ雷。雷といえば、電気。電気といえば、そう、このビリビリペン。はい。このビリビリペンで、ジェシーたちに、サインくださいっつってこうもらうときにこのペンを渡してビリビリペンドッキリをしようと思ってたんですけど、ちょっと昨日ちゃんと動くかどうかこうカチ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 やってたらちょっとここが壊れてしまってカチカチならなくなったんですよ。で電気も微妙に流れるんですけどちゃんと電気が流れないんで使えなくなってビリビリペンドッキリができなくなりました。で昨日故障したんですよ。なんで本当にもう何にしようかっつって慌てて考えた企画が、こうメンバーから何かこう私物をいただいて、でそれにサインをこうしてもらって、それを、この動画を見てくれてる人たちに視聴者プレゼントしようと思います。はいはい、という感じで、まあそういう企画を今回はやっていこうと思うんですけど、ちょっと まずライズはジェシー以外がかなりレアキャラということでなかなかこう会えないんですよね。で会えたところで視聴者の方にこうあげられるようなプレゼントもらえるかどうかも分かりません。なんでちょっと今回の企画も完全にもうライズサイドにはアポなしでやってきますんで、本当にどうなるか分かりません。もしかしたらもう何ももらえないかもしれないし、うん、でもこうもらえるようには頑張りたいと思います。なんでね、この動画を見てくれてるライザーのみんなに、何かこうプレゼントがあげれるように頑張っていきたいと思います。どうもお姉さんお久しぶりです。今日は、ちょっと待って、逆光ですね。あ、逆光じゃねえか。なんか暗いな。なんでめっちゃ隠れるんですか。この間あんなに映っちゃった、ね、一番出たがりじゃないですか。今日もあれでしょ、何回もホリック TV に映ろうと。いや、今日は逃れようかと。あ、逃れようかと。なんでですか。あんなに映りたがってたのに。で、この間、はい、聞かれたのが、お母さんがすごい若すぎるっていう風に友達からすごい言われて、で、ちょっと年齢を聞いてこいって言われたんですよ。年齢？はい。娘さんが、まあ、16でしょ。で、お母さんが20代に見えるから親子じゃないんじゃないかっていう疑惑が。年齢？はい。年齢です。え？マジですか？本当に？はい。すいません。何ですか？はい、そして今日は初対面のさっきちょっと彼女さんを捕まえてもらっていいですか？どうも初登場ということでホリッTVに。初めて、はい、ちょっと緊張してます。あ、本当ですか。ライズの初ライブ。ライズ初ライブですね。初ライブです。ホリック TV 見てくれてて、はい、ちょっとさっき声をかけてもらって、はい、っていう感じで、はい、ちょっと一緒なんかこうライズにメッセージとかありますか。昨日夢に出てきました。マジっすか。楽しみすぎて。誰が。ジェシーがマジっすか。どんな夢。ジェシーからナンパされる。マジっすか。実際にナンパされたらどうします。めっちゃ喜ぶ。めっちゃ喜ぶ。もう彼氏いるけどついていくみたいな。ちょっとだけって言ってますよ。あ、自分もついていきます。自分も一緒ですね。ですね。なるほど。はい、じゃあ今日は楽しんでください。はい、ありがとうございます。お兄さん、はい、YouTube の今撮影をしてるんですけど。どうも。子供が。脱げ、はい、もらおう。寒くても脱げよ。すげえ。すげえ。
初めて会う。あれ、高太郎は？あ、すごい。じゃあ、三人とも天馬か。めっちゃ気合入ってますね。え、ライブあれですか？このお子さんも入るんですか？この3人は来る。あ、一緒に入って。わー。はい、じゃあまあ今日は楽しみましょう。はい。バイバイ。こんにちは。うわ、びっくりした。もうやめて。すいません。あの、前回あれですよね。動画に出てもらってた人ですよね。あ、お久しぶりです。なんかそうかなと思って。あ、前回出てないっすね。あ、ですよね。今日違うんですか？違う友達と。いや、その子も来ました。あ、来ます？本当ですか？なんか前回動画に出て、で、俺の友達がすごいモームスの飯田香織に似てるって言ってて、言われますよね。そうそう。で、めっちゃ言ってたんで、ぜひまた撮ってきてって言われたんで。はい。はい。お姉さんも福岡ですか？はい。あ、本当ですか？はじめまして。はじめまして。はい。ボーンズは来てなかったですよね、この間。いや、結構行ってますね。あ、本当ですか？小学校からライブ。あ、マジですか？はい。今日は1年ぶりの再会で。あ、どうも。あー、あ、もともと友達じゃないですか？あー、なるほど、なるほど。他人ですね。他人ですね。今日はライブで楽しんでください。また友達が来たら、はい、もしかしたら撮るかもしれないんで、はい、よろしくお願いします。はい。Yeah.